元元です。映像の地域にはお問い合わせはありますでしょうか。この辺り側にお問い合わせが広がっているような雰囲気がありますけれども、この辺りの地元の地元と呼ばれ全国的にも良いです。毎年5月の10日に出張を続けるというのが行われます。
が川根小山、川根小山です。ただいま停車しました戸畑駅の周りには、ピンクの4キロしかありません。そのうち3点が駅名と同じ戸畑さんのお宅です。また、左側横に道路がありますが、この道路を停止3点に行きました。それまで道路のない頃には、この駅の線が唯一の交通手段でした。当時は列車で様々な生活物資を運んでいました。次の川根小山駅では、仙洲駅列車の交換待ち合わせを行います。お乗り換えに乗る方がいらっしゃいましたら、車掌の方までお待ちください。次は川根小山、川根小山です。
乗る客はいらっしゃいましたら、車掌の方までお待ちください。
Thank you.
終わりの直下になる日本でいつの目的地化となっています。次は長島ダムです。次の長島ダムまでの一区間が日本庭園地のアフタ式となります。アフタで上り下りする勾配は1000分の90で 1000m の距離を使って 90m の高さを上り下りする勾配で、通常では日本一の急勾配です。まもなく列車は急勾配に来ります。なお、この一区間では電車機関車の能力を使用するアフト式専用電機関車の動力のみで坂道を登っていきます。なお、運転は先頭の制御車で電車機関車、アフト電機関車等に運転するようになっています。
場した対岸は松田一郎キャンプ場です。このキャンプ場の一番上のところをかすの一貫線が走っていました。昔はトンネルが残っていまして、そのトンネルを使いハイキングをすることができます。トンネルの中は真っ暗になっていまして、懐中電灯が必要となり、ミステリートンネルハイキングとしてご利用されています。またトンネルの中にはほとんどのようなものが落ちています。それは何かと言いますと、行ってみてのお楽しみにしてください。また懐中電灯は右側前方の建物、長島ダムの触れ合い館と、先ほどの松田一郎駅で貸し出しをしておりますが、ただいま新型コロナウイルス感染拡大防止のため、懐中電灯の貸し出しは中止をしております。ご了承ください。次のトンネルを抜けますと、右側前方に長島ダムがご覧いただきます。の流量調節に使われています。ダムの高さは109メートル、幅が308メートルあります。大井川水系では一番新しいダムで、平成14年に完成しました。ダム正面に書かれている吊り橋はダムの方流する水のしぶきがすごることから、しぶき橋と名付けられました。このしぶき橋歩いて渡ることもできます。ちょっとお目にとおかせしますので、残念ながら冬の時期は渡ることができなくなります。
ました。ご乗車いただきまして、フリーとなります。ご案内しは伊藤駅です。次は平野です。次のトンネルを抜けますと、右側に長島の歩道の向こう、接続が線路沿いについていきます。列車はしばらく接続を取って走っていきます。
先ほどの点です。お客様は車
方面へお越しのお客様、15時26分、3時26分発、潜水機列車がございます。また、潜水用シートが潜水にします。ご利用のお客様、14時14分、2時14分発、潜水機列車がございます。Thank you.
い、大井川の流れを使い、カレーの町まで運んでいました。ここ、浜根駅周辺も険しい山に入り、木材を駆け出していたところです。鉄道のため、大井川にダムができてからは、大井川の流れを使うことができなくなり、次は関東環状です。この先トンネル3つを抜けますと関の沢鉄橋を渡っていきます。この次の環状駅からは仙津駅バスに乗り換えすることができます。次の関東駅からの
間撤去を渡っています。この橋の長さは 70.8 メートルありまして、日本の鉄道の中では一番高い鉄橋となっています。どうぞ対策をご覧ください。この下を流れているのは大井川の支流の関の沢です。左側からご覧になりますと、関の沢の川の流れをよく見ることができます。また右側下をご覧になりますと、この鉄橋の高さが実感できるかと思います。どうぞ左右の景色をご覧ください。またここは春の新緑、秋の紅葉と大変景色の美しいところでございます。この鉄橋を境に今まで走ってきましたお茶の里、灰原郡川根本町から静岡市青森区へと入っていきます。
線の井川です。
われています。また、ここも春の新緑、秋の紅葉と大変景色の美しいところでございます。中部電力奥飯済みダムをご覧いただきました。
の日本の準備会と呼ばれているところです。このような記念によるものが見えることから、日本の準備会と呼ばれているところです。試験等によって見えにくくいかもしれませんけれども、この飲み具は全部ご覧になってください。日本の準備会と呼ばれているところです。お忘れ物、お戻し物、お手伏せにお越しください。